皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回は紙物の購入品を紹介していきたいと思います。紙物以外のものもあるんですけど、紙物が多いのでご興味のある方はぜひ最後までご視聴ください。では早速紹介していきたいと思います。はい、まずこちらのいちご新聞3月号を購入しました。今回はシナモンくんのお誕生日特集ということで、バースデー特集って書いてあるんですけど、表紙がね全部シナモンくんです。ポスターはこんな感じでね、シナモンくんのデザインですね。今回の付録はギフトバッグということで5種類出ていて、全部可愛かったんですが、私はクッキングを選びました。はい、こちらになります。とっても可愛くってすごくお気に入りです。こちらは5枚入っています。そして続いてこちらになります。新商品のデザインの柄のスプーンを購入しました。これは250円なんですが、すっごい可愛くってこんな感じの柄です。いちごの柄です。新しい柄が出たということで買ってきました。こちらは銀のスプーンで食べてもいいんですけど、熱いものを食べるときはプラスチックのスプーンを使ったりしているので買いました。これはちなみにフォークもあります。続いてこれは今回買ってきた購入品なんですけど、前にサンリオで購入したものがあってそれを紹介していなかったので、今のタイミングで一緒に紹介しちゃいます。こちらのデザインのシールを購入しました。これはこの猫のシリーズでいろいろぬいぐるみとか出てたんですけど、私はシールだけ買いました。柄がこんな感じになってます。ちょっと開けてみます。これはちなみに400円なんですけど、この猫のねデザインがすごい可愛いんですよ。猫になってるんですよ、それぞれのキャラクターが。私の好きなマイメロちゃんはこれですね。こんな感じでいろいろな、すごいふわふわしたカラーで可愛いです。はい、こんな柄なんですが、可愛かったので、こちら買ってきました。400円で、少しお高いんですけど、これ60ピース入ってるので、ありがたいなと思います。で、こちらポイントで交換してきたトランプなんですが、ポイントカードでポイントをどんどん貯めていくと何かに交換できるんですが、いつも交換できるものそんなに増えるわけじゃないので、欲しいなって思うものがあった時に交換するって感じなんですけど、このトランプが追加されて可愛かったので交換しました。30ポイントなので割とね、少なく交換できるので嬉しいですね。柄がとっても可愛いです。こんな柄です。こっち側もすごい可愛いんですよ。でツルツルした素材なのでマステの巻き巻きにも良さそうだなと思いました。すごい可愛い。全部ねいろんなキャラクターになってます。キララちゃんはこれですね。マイメロちゃんはどれだろう。マイメロちゃん全部ね、まあ可愛いので嬉しいですね。多分これは予備とかなのかなと思います。続いて雑貨屋さんでたくさんいろんなものを買ったので紹介していきます。まずレターセットがこちらになります。この新しい柄がこの柄とこの柄です。すごい可愛いなと思って買ってきました。もう一つがこちらです。アイスの柄です。アイスの他にもこういう柄があります。続いてメモ帳を買いました。メモ帳はこの柄がすごい可愛くて、こういう柄とこういう柄とこういう柄とこれとこちらです。これが一番個人的に好きな柄です。続いてこちらのすっごい可愛い柄のミニメモを買いました。これすごい可愛くないですか。可愛すぎてすごい可愛いなと思ったので、久しぶりにミニメモを買いました。続いてこちらのミニメモです。すごいこの柄可愛くて、私この柄のねシール持ってるんですけど、ミニメモも持ってるんですけど、このデザインすごい好きです。このシリーズすごい可愛いですよね。他のミニメモもありました。この柄紫とか黄色系とかいろいろありました。続いてダイカットメモを4種類買いました。こちらがミルクのデザインで、いちごミルクだったら本当嬉しかったんですけど、まあ普通のミルクとバナナのミルクで、いちごミルクも出てほしいですね。続いてこちらガムボールマシーンです。続いてこちらがこういうねお菓子のパッケージです。で最後こちらです。ミルクのメモがこんな感じで、ガムボールマシーンがこういう感じで、お菓子のメモはこんな
上が大カット、ここがギザギザになってます。あとこれはドリンクですかね、がこちらです。全部とても可愛かったのですごい嬉しいです。続いてフライングタイガーで購入したものがあるので紹介していきます。はい、続いてこちらをねちょっと買いました。アポロチョコレートのボールペンなんですけど、中がこういちご柄になっててすごい可愛いんですよ。でこちら180円だったんですけど、すごい可愛いなと思ったので、高校入ってからでも使おうかなと思ったので買いました。あの他にもこれチョコのデザインのもあったし、すごい可愛いんですけど、私はアポロを選びました。はい、続いてフライングタイガーで買ってきてもらったものを紹介します。こちらになります。こちらはライトになるんですが、こんな感じのライトになります。すごい可愛くって、これね、あの乾電池を入れて使えるものなんですが、すごいオレンジっぽく光るらしいですね。これはこういうもの前フライングタイガーでちょっとこういう素材じゃないんですけど買った時に、あのすごい地震の時に役に立ったんですね。ですごいあの停電の時に、あの何も電気がつかない中、電池があればすごい結構明るくって、なんかあのオレンジの光がちょっと優しいあの部屋のね印象を作ってくれるというか、すごい可愛くって、しかもすごく便利で、その明かりで過ごしたのでいいなと思って、懐中電灯じゃなくてもこういうのもいいなと思ったので、こういう可愛いライトを見つけたらもうめっちゃ買うようにしてるんですよ。これを例えば6個あったとしたら、いろんな種類でも6個あったとしたら、すごい6部屋に使えたりとか、同じ場所であってもすごい明るいと思うし、電池をたくさん買ってね、もう置いとけばいいかなと思ったので、可愛いの出ていたみたいなので買ってもらいました。それでこのバラのライト以外にもバレンタインの時に買ってもらったんですが、こちらのチケットを買ってもらいました。これはこんな感じのねデザインなんですけど、すごい可愛いですよね。これ超可愛いと思ったのでお願いして買ってきてもらいました。あのこれ去年かなあったかなと思うんですけど、私はこの柄ね持っていなかったので買えて嬉しいです。続いてこちらのチケットを4冊買ってきてもらいました。これはあの前にもね買ってきてもらったことがあるんですが、今年もね出たのでまた買ってきてもらいました。のこれちょっと何枚かちぎっちゃったので、一番最初のデザインがこれとは限らないんですけど、インスタにね載せるためにちょっとちぎっちゃったんですけど、すごい柄が可愛いんですよ。はい、こんな感じです。ちぎってあるものがちょっとあるので紹介するとこういう感じですね。すごい可愛いのですごいお気に入りですね、こちらは。はい、紙物の購入品はこれで以上になります。はい、というわけで今回は紙物の購入品を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。スプーンとかライトはちょっと紙物ではないんですが、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かった、少しでもいいなって思っていただけた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。最近紙物買っていなかったんですが、珍しく久しぶりに自分好みの紙物が結構売っていたので、たくさん買えてすごく満足です。